やっぱりキュンとしちゃう青春ストーリーが好き。今回は制服姿を見たいと思う20代女優ランキング、早速発表です。第10位、川栄李奈。どんな衣装も似合いそう。もちろん制服も。 AKB48 時代から応援してます。制服姿もしっくりくると思います。違和感なく着こなしそう。授かり婚を発表した川栄李奈さんが10位。お母さんになっても制服が似合いそう。第9位、桜井日奈子。クラシックで清楚な制服が似合いそう。セーラー服姿がイメージできる。ピュアな可愛らしさが制服にぴったり。笑顔がチャーミングで制服姿ももちろん可愛い。第8位、中条あやみ。スタイル抜群だし絶対に可愛いと思う。今制服姿を想像しましたが100点でした。スラッとしていて立ち姿が美しいので、どんなデザインの制服も着こなせそう。白衣の戦士ではナース姿もお似合いです。制服姿も最強に可愛いに違いない。第7位、広瀬アリス。清楚な感じがするし制服はぴったりだと思う。ダントツで綺麗だから似合うと思います。普通に制服を着て歩いていても違和感ないから。綺麗な顔立ちで制服姿だとマドンナ的存在になりそう。ミニスカブレザーも昔ながらのセーラー服も似合いそうですね。第6位、川口春奈。年々綺麗になっている。制服も全く違和感がない。制服を着てリコーダーを吹いてほしい。笑ってはいけないのスケバン姿も似合っていた。飾らずナチュラルな雰囲気で制服姿に違和感が全くありません。第5位、吉岡里帆。おとなしいイメージがあり優等生っぽい感じになりそう。ピュアな雰囲気があるのでしっくりきそう。理知的な感じがする。メガネも似合いそう。和装もすんなり着こなすほどの大人の魅力がありますが、まだまだ制服も着てほしい。清楚な優等生役が似合いそうです。第4位、本田翼。幼さとあどけなさが残る姿、セーラー服が似合うと思います。映画で見たことがあるがもう一度見てみたい。ただでさえ可愛いのに制服を着たらもう神。元気な今時女子高生姿ももっと見たい。第3位、土屋太鳳。映画で見てとても似合っていたから。クラスに一人いた憧れの女子のイメージです。明るくて天真爛漫で何をしていても可愛い。女子高生役といえばタオちゃん。お芝居のみならずグルナイでも可愛い制服姿が見られますね。第2位、有村架純。最近のドラマを見て可愛いと思った。今でも制服が絶対似合う。日本的な可愛さがあるし伝統的なデザインの制服を着てほしい。もう一度ビリギャルの制服姿が見たい。ビリギャルから早4年。昨年は中学校教師を演じるほど大人に。制服姿今でも可愛いに違いない。第1位、広瀬すず。まだまだ現役感が満載だから。初々しさがあるし制服を着ても全く違和感がない。大人の魅力が増してきたけど、それはそれで似合ってしまいそう。トップ10の中では最年少。ピュアな可愛さも残しつつ大人の魅力が増してどんどん綺麗になっていますよね。まだまだ制服姿を見せてほしい。以上、制服姿を見たいと思う20代女優ランキングでした。あなたが見たいと思うのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。